皆様こんにちは、桂サンシャインでございます。私はですね、カナダ、カムですよ、カナダ人ですからね。カナダはトロント生まれでございます。いつも実家に帰って時差ボケで眠くて、目がトロントしてます。いや、いろいろ思い出しますね。時間経つのは早いんですね。本当に英語の表現があるんですけれども、 Time flies when you are having fun。 いや、楽しんでる時は時間が飛んでます。これ時間経つのは早いという意味ですけれども、本当にそうですよね。私は、カナダから日本に来て21年経ってます。うわー、長いな。あの時はな、若かったな。トム・クルーズに似てるよと言われてたよ。皆様今信じてないと思います。そんなに笑わなくていいけど、でもいろいろありますよね。やっぱりね、これだけ日本で時間を過ごしますと、少しずつ私の日本語が自信になりました。まあまだ勉強不足、まだ修行が足りてないんですけれども、日本語は少しずつ勉強させていただいております。少しずつ自信がありますね。落語家になっても13年経ってて、この今月で14年目に入りまして、これまで私は落語のなんていうこの腕って言いますよね、日本語で。少しずつ自信があります。まあまだ修行が足りてないんです。まだまだ勉強不足なんですけれども、少しずつ自信があるんですけれども、唯一のものすごく自信あるっていうことは、皆様ご報告させていただいていただきたいと思っております。なんと私はこう見えても英語うまいんですよ。結構ね、こいつ外人とちゃうんかいなと思われるぐらい英語うまいんですよ。それペラ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 で喋ったらうまいんですよ。これ酒飲んだらもっとうまいんですよ。やかましいわ。ポンポコ語やないか。そうですけどね、最近私の英語の自信がなくなってます。いろんな理由があるんですよ。日本の中での理由とニューヨークでの理由とか、いろんな理由があるんですけれども、実は2年前ブロードウェイで落語をやるために私は半分ニューヨークに住むことになりまして、で分かんないんですけれども、私あの時、まあ、20年ずっと日本に住んでるんですから、日本語しか使ってない時期が長くて、時に修行中はあまり英語は使わなかったし、まあ日本ではもちろん日本語を使うのは多くなったりって、あと英語を使ってる時にも英語のネイティブではない方と話してるから、ちょっとゆっくり話したりとか、はっきり話したりとかすることもあるんですよね。これは日本人の方々と話してる時だけではなくて、やっぱりインターナショナルの生活やってるんですから、白人、黒人、他のアジア人でも英語のネイティブとは限ってないから、まあみんなとコミュニケーションするために英語をゆっくりしたりとか、はっきり言ったりとか、そういうこともあるかもしれないんですよ。あと日本で、まあ、10年ほど英語の先生、大学の先生もやっておりまして、生徒さんと話すときにははっきり言ったりとか、大げさに言ったりとか、コミュニケーション職名取ろうとしたりすると、なんとなく、あと舞台で話す、忘れました。この13年ずっと舞台で話してるんですから、英語で喋ってもこれは会話の英語ではないんですよね。やっぱり舞台で使われる英語でもはっきり言ったりとか、大げさ言ったりとか、いろいろ訛りとか消したりとかしようと思うんですが、まあどの理由か、全部の理由か、このもう全て含めてかよくわからないんですけれども、私のカナダの訛り、私の本当の英語が消えたみたいです。消えました。お消えさせていただきました。ちょっと敬語変だよね。それは英語でもできないし、日本語でもできないから、何ができる。ですからお話が続かせていただきます。これはですね、ニューヨークに引っ越した時に、やっぱり新しい友達とかバーに行ったら、出会ったことない方とちょっと話しますね。タクシーに入ったら運転手さんと話しますね。ホームパーティー行きますと、いろんなお会いしたことない方、初対面の方とお話しさせていただきますよね。そういう時は必ず、お国はどこですかとか言われるんですよね。 Where are you from とか必ず言われるんですよね。
で私はまあジョーカーですし、まあ遊びだから、あの Where are you from って言ったら私うちもゲスとか当ててみてくださいっていうことですね。ゲスって言うんですよね。当ててみてください。これが楽しい、楽しいと思うやろ、楽しいと思うけど楽しくないんです、一切も楽しくないんです。で私はゲスとか当ててみてくださいとか、必ずこういう国が出てくるんですよ。ああなるほどね、ドイツですか、ロシアですか、あのクロアチアですか、フィンランドですか、オランダですか、つまり全ての国は英語が母国語ではない国でございます。これはちょっと腹立ちますな、腹立つな、お腹を立たせていただいておりますな。敬語ちょっと変だよね。だから私はね、そこまで行くとちょっとイライラするんですから直します、止めます。 No, 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 I'm from Canada、 私はカナダ人ですよと必ず言うんですよね。 No, I'm from Canada って言ったら、ああなるほど、フランス系のケベック州ですね。英語の自信がなくなるんですよね。まあこれは日本の場合もございますね。私は日本に来た時に本当に素晴らしい日本の文化の一つは、あこの駅前宣伝のためにティッシュ配ってることでございますね。我々ね、外国人とかアメリカ人とかカナダ人とか、まあ私のブロードウェイショーの宣伝も含めて、これはタイムスクエアとかいろんなところで、パンフレットとかなんか紙のペラペラ のチラシとかが配らせていただいたりとかしたりとかするんですけれども、これはですねみんないらないからすぐ捨てるんですよね。日本は違います。これはティッシュ配ってるんですよね。このティッシュの中にこの宣伝のカードが入ってますから、これはいいんですよ。素晴らしい、素晴らしい。これ何いかがですかっていうと、お、まあ、ティッシュとりあえず使えるから、あちょっとあのもろっとこうか。すいません。そのちゃんとした大阪弁が出てこなかったですよ。もうおきにおきにかなんか、もう基本的にもらうんですよね。そしてティッシュ使おうと思ったらそのカードが出てくるんですよね。これはいい宣伝になるんです。何でも宣伝するんですよね。寿司屋だったら寿司屋いかがですかとティッシュ配ってるんですよね。焼き鳥屋だったら焼き鳥屋いかがですかとティッシュ配ってるんですよね。これは何でもありですよね。あのメガネいかがですかとか、コンタクトレンズいかがですか、何でもティッシュで宣伝してるんですよ。これまで1年前ですか2年前ですか、私新宿駅出た時にこのバイトの子が一生懸命そのバイトやったりして、このティッシュ配ってたんですよね。私の目見て英会話学校いかがですかとか言うんですよ。英語の自信なくなるんですよね。そして私大体落語を頼まれる時には日本では日本語でやります。海外では英語でやったりとかフランス語でやったりとか、そろそろ中国公演もちょっと楽しみにしておりますけれども、たまには日本でも英語落語の公演頼んでいただいております。わかんないもう敬語。お許しください。あその敬語は大丈夫だったね。3年前私は北海道の大学に行きまして、もう30人ぐらいの日本人の生徒さんの前で、この有名な古典落語を英語でやらせていただきます。皆様ちょっとだけ桂三斎の古典落語お聞きください。 Once upon a time there was a little boy with a very long name. His name was ジュゲムジュゲム、五行のすりきれかいじゃりすんぎょのすんぎょまつうんぎょまつふうらいまつくねるところにすむところ、やぶらこうじぶらこうじパイポパイポパイポンのシュリンガンシュリンガンのグリナイグリナイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の長介。 It was a very long name, an extremely long name. One day his neighbor Kin ちゃん、a shorter name, came to pick him up for school. And Kin-chan said, ジューゲーム、ジューゲーム、どこのすり切れかいじゃりんすよ。すんよまつ、んよまつ、ふらいまつくねるところに住むところ、やぶらこうじ、ぶらこうじ、パイポ、パイポ、パイポのシュリンガ、シュリンガのグリンダ、グリンダのポンポコピーのポンポコナーの超救命のチョスケくん。Let's go to school.And Jugim's mother came out and said, Arama Kin-chan, you're so nice, so kind, so generous. But our Jugim, Jugim, Goko no surikire kai jari siyo no sinyo matu, unyo matu, hurai matu, kuneru tokoro ni sumu tokoro, yabura koji, bura koji, paipo, paipo, paipo no shuriga, shuriga no gurinda, gurinai no pompoko pi no pompoko na no chokyu mei no chosuke. He's still sleeping. Wait here, I'll wake him up. Hey!
へい、ジゲメジゲメ、ここのすり切り、かいだり、せんよのせんまつ、せんまつ、ふうらいまつ、こうなるところに住むところ、やぶらこうじ、ぶらこうじ、パイポ、パイポ、パイポのシュリガン、シュリガンのグリだ、グリなど、ポンポコピーのポンポコナーの、超救命の、チョスケ。Wake up! Kin-chan is here to pick you up. I'm sorry, Kin-chan. Jukeba, jukeba, kokoro shiri kiri kai jari shiri 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 Ma'am, his name was so long. School for today is already finished.皆様それぐらいの英語落語わかりますよね。ほとんど名前しか言ってないから英語になってないんですけれども、まあ、その講演が終わりましたら、私はあの生徒さんのアンケートのコメントを読みますと、こういうコメントをいただきました。サンシャインさんは英語が上手です。驚きました。サンシャインさんの英語は本物っぽい。お腹を立たせていただいております。英語の自信なくなるな。